はやとマッハチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。本日は1978年3月フィラデルフィアで行われたヘイスタック・カルホーン対ニコライ・ボルコフの試合を振り返ってみたいと思います。新日本プロレス MSG シリーズに参戦が決まっているニコライ・ボルコフがヘイスタック・カルホーンに挑みます。ボルコフは体重差をものともせず正面からぶつかっていきます。コーナーに追い詰められるとカルホーンは身をかわし一気に攻勢に転じます。カルホーンはボルコフの腕を取ると一気に締め上げます。このあたりの細かい技術は巨体に似つかわずなかなかのものがあります。しかしボルコフもカルホーンの猛攻を受けながらも小細工なしに正面から反撃を試みます。コーナーにうずくまるカルホーンめがけボルコフは突進するもかわされます。カルホーンは必殺のボディープレスを決めボルコフを圧殺しました。キャリアを重ねたカルホーンのインサイドワークが光る試合でした。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。熱狂のフィラデルフィアからお別れします。全国3000万プロレスファンの皆さん、ごきげんよう。さようなら。